皆さんこんばんは、ちょっと前の方が空いてますね。なんか前の方に来ていただけるといいなぁなんて思ってるんですけど、どうでしょうかね。誰も来てくれませんか。あ、ありがとうございます。2016年1月、今年も皆様よろしくお願いいたします。ユーストリームでもご覧いただいている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。早速始めていきたいと思いますが、初めて来られた方いらっしゃいますか。はい、ようこそお越しくださいます。この歌声ペトラは関根和夫作詞、岩渕誠作曲の普段着の賛美歌選曲、普段着の賛美歌選曲です。選曲を作るという、その選曲作ろうと思った時ってどうだったんですか。そのうわ俺ってすげえなとか思いました。この歌声ペトラの経緯って知らないの。え、経緯、経緯、始まった経緯、どんなだったかな。これはあの賛美歌聖歌物語を読んで、それ読んでね、うん、それで、うん、全部言います。はいはいはい、その教会で歌われてる賛美歌を作った人たちで、うん、多い人は3000曲生涯で作ったんだ、ね、ってるんだよね。1000曲2000曲、じゃあ俺もやってみよう、うん、そうそうそう、そうだね。それをだから、うん、あの時3人で話してなかった。和夫先生と僕もいたでしょ。そうだったかな。それで僕がほら和夫先生に、和夫先生もやればいいじゃんってなんかこう、うん、ちょっとこう、うん、2割ぐらい冷やかした感じで言ったの。あ、そう、うん、そしたら、うん、あ、いいよって言うの。ああ、じゃあ僕が新学校で岩渕君曲つけてってさ、なんかこうどっかの喫茶店でね。そう、じゃあ違ったっけ。 アイホップ、すいません、個人的なお話で、そんなことで始まりました。毎月今一曲新しい曲作ってます。それを皆さんに歌っていただきたいね。礼拝でも歌っていただきたいというのがありましてですね、まあ礼拝でも歌えるんですよってことを分かっていただけるといいななんて最近話しております。では早速始めていきたいと思いますけども、最初に加藤先生お祈りください。どうぞお祈りします。恵み深い天の父なる神様、今日もこうして歌声ペトラの集まりが開催できることを感謝します。どうぞ私たちの心をあなたに向けさせ、心から賛美できるようにしてください。そして心の中に本当にあなたからの深い恵みを受け取ることができるように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。じゃあ、前の曲からいくつか歌っていきたいと思います。32番、希望を捨てずに、これ CD に入ってますね。今まで CD いくつ出しました。3枚です。3枚ですね。何枚目に入ってますか。これは永遠の慰め。何枚目ですか。これは2枚目ですね。はい、じゃあ希望を捨てずに。Vamos.
救いを喜ぶ
そう、100万に分かりやすいんだ。100万についてますか。200万ついてた。忘れてた。何らかのもの。何らかのもの。あ、そこない。200万ついてない。じゃあ、皆さんにつけといて。じゃあ、視聴者150番、福音の力。開催されていますけれど、初めての方もおられますし、何回も何回もお見えくださっている方もいらっしゃるわけですけれど、この会の中でですね、挨拶の時間というのがございまして、皆さんにはちょっと立っていただいて、周囲の方々と挨拶をするんですけれど、来てくださってありがとうございますとか、いてくれてありがとうございますとか、もうほとんど主催者のような顔でですね、挨拶をしていただけると非常に助かるんですけれど、私たちも前に出ていきますので、逃げてしまわないようにですね、ちょっとそれじゃ立っていただきます。じゃあ挨拶の時間を持ちたいと思います。Thank you.
去年ですよね。先月というと去年。去年ですよね。先月イコール去年ですよね。クリスマスですよね。しかもね。そう。クリスマスは去年8回でやりました。来られた方いらっしゃいますか。はいはい。おお。素晴らしい。おお。ほぼ 100% です、うん、おお。じゃあみんな覚えてますね。それと僕は忘れてましたけど、220番あなたを崇めます主イエスよ。今流れてるメロディーがこの曲です。
え、どう思いました、今歌って。あ、いいと思いました。あ、いいと思いましたか。まあ、そりゃよかった。はい、それでは今日もこの辺で。今月の新曲を覚えちゃおうのお時間がやってまいりました。あの、無理に拍手しなくて大丈夫ですよ。僕ら大丈夫ですから、ね、大丈夫ですから。いや、僕はね、彼女は彼女は決して無理してないと思いますよ。でも盛大な拍手で、ね、盛大 な, なんかありがたいよね。はい、変わりゆく時代に221番、そしたらまず言葉を味わっていただきましょうということでですね、朗読シスターズ、3人用意してございますんで、朗読していただきたいと思います。変わりゆく時代に、変わりゆく時代に神の真理を、悩み多き日々にイエスの愛、不安と恐れの中私たちは生き抜く、希望と平和求め救い主なる主イエスと、悲しみと寂しさ心を塞ぎ、怒りと憎しみが押し寄せる、人の悩みをすべてイエスは担う十字架で、心の重に消えて神の愛が訪れる。じゃあ一度お聞きください。変わりゆく時代に神の真理を、悩み多き日々にイエスの愛、不安と恐れの中私たちは生き抜く、希望と平和求め救い主なる主イエスと、悲しみと寂しさ的に、メロディーが最初に、最近はですね、メロディーが最初に作られて、その上に、加藤先生が言葉を乗せるというところで、メロディー、これどういう感じですか、どんなイメージして作りました。あんまし初めからこういうイメージしてなかったんですけど、こういうイメージ、あのマイムマイムっていうか、マイム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 イスラエル民謡っていうか、どっちかそっちになんかなっていってしまって、そう言われるよ、なんかそうだね。どっちかするとこうトン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 ト歌う歌、丸くなって、なるほど、マイムマイムの感じなんですね。懐かしいな。でそれで新年どうかなと思ったんですけど、でもなんかその、うん、そういうフォークダンスにこの詩がついて良かったなと思って、うんうん、その心は、あ、だからなんかほら、このどちらかというと戦いながら生きていくというような内容じゃないですか、うん、ええ、そうですね、ね、はい、そこに勝利をもらうと、でもそれがなんか握り拳握ってこう勝利をってんじゃなくて、踊りながらこう踊りの輪でなんかみんなでさ、なんか踊りと歌声と笑顔で勝っちゃうみたいな、どう？やりましたね。そういう感じになってよかったなと思って、はい、うん、そうだ、もういいですね、はい、じゃあそのまま加藤先生にバトンタッチしましょうかね。
話を聞かせて Tell me a good story。 皆さんこんばんは、変わりゆく時代にという、まあ、1月ということもあって、ちょっとあの考えてることがありました。やっぱりこう暗いニュースとか、なんとなく戦争とか、あるいは大きな災害とか、あるいは病気とか、そういう状況がいっぱいこうなんか気になる時代に、私たちはどういうふうに生きていったらいいのかなというふうなことを、まあ一応こう考えているときに矢渕さんからこのメロディーが届いて、で、なんか何回か聴いているうちに、まあこういう歌詞がこう乗っかったわけですけれども、なんかこう矢渕さん、さっきそのマイムマイムというイメージだったんですが、私はあの最初この音を聞いた時、なんかこう回って回って変わっていくっていうかね、回って回って変わっていくっていうようなイメージがとても強くて、変わりゆく時代にというのはそういうところから来てるんですけれど、で、詩を書こう、その曲を聴きながら詩を書いていくわけですが、意識の中にあったのはイエス様の言葉で、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです、という言葉があって、いろいろこう変わっていく世界がある、そして戦いがあったりとか、怒りがあったり憤りがあったりとか、そういう中で私たちはもしかしたら意外と小さな小さな殻の中にこう閉じこもって、別にその逃げてるつもりは全然ないんですけれども、あえてそういうところにこう目をつむって見ないふりをしたりとか、口も出せないし手も出せないしっていうような、なんか諦めモードというか、そういうふうになってたらちょっと残念だなと思って、ですから結構この歌の中には、例えば不安と恐れの中に私たちは生き抜くとかいう言葉があってですね、これ生き抜くという、つまり神様と一緒にとにかく生かされている間、精一杯こう生き抜いていくのだと、無視しないで状況をあまりこうあえて目をつぶってしまったりとか、あえて黙ったりしないで、とにかく神様の真理とイエス様の愛とをいただきながら、私はその中で生き抜いていくんだよというふうな部分、それから悲しみと寂しさが心を塞ぎ、怒りと憎しみが押し寄せるというような状況って、私たちはそんなにあの日常生活の中でそういうことをあんまりこう感じてはいないですけれども、でも世界大の情報をあの少し調べたりすると、やっぱりあの宗教的な、あるいは過激派と言われる、あるいは熱狂的と言われる宗教集団がこう荒らし回ってるような部分があって、そういう中で私たちはやっぱりあのイエス様を掲げるというとちょっとおこがましいですけれど、そういう中であのイエスに捉えられているものとして、こう本当に、許しを味わい、あるいはイエス様に頼りながら、こうそこでもやっぱりこう生き抜いていくといいますかね、そういう変わりゆく時代だけれども、変わらないものをいただいて、まあ、丁寧に丁寧にではあるけれども、戦う必要はないけど、でも生き抜いていこうではないかと、でそういう、こう応援歌のような、そういう曲、そういう歌詞になりました。時間はそんなにかからずにまたあの送ることができたんですけれども、でもなんか自分の中では新年の一つの抱負というか、この1年間私たちは本当にいろんな状況の中で、あえて後ろを向いたり目をつぶったりしてしまわないで、状況をしっかり受け止めながら神の真理とキリストの愛を持って生き抜こうではありませんかという、まあ、そういう応援歌のような、この念頭にあたる応援歌というか、そういう感覚でこの歌詞ができたんですね。ですから、そんなことを意識しながら歌い込んでいくと、自分を励ます歌になる、自分に勇気をもたらす歌に
なったらいいなというふうに思いながらこの歌を書かせていただきました。ですからぜひ覚えていただいて、自分を励ます、あるいは何人かで歌うことでお互いを励ますという意味で、この歌をこう応援歌のようにして歌いながら前に進んでいただけたらなと思った次第です。ありがとうございました。キャズの話は心にしみる、来月もよろしくね、ということでありがとうございます。いやしかし本当に波乱含みというかね、あの今年始まりましたよね、怪獣とか。何を見てもね、まあ、自分たちの中にもこう、ね、悲しみ寂しさ心を塞いで怒り憎しみが押し寄せあります、ある可能性ありますよね。いくらありますよね。あの別に特別なことがなくても日常の中で悲しみや寂しさとか怒りや憎しみってのがあって、うん、今日も私カウンセリングの今帰り道なんですけれど、うん、最近なんかとてもカウンセリングの方々多くて、お昼休みにも人が入ってしまうぐらいの、うん、人数になっているの でみんな それぞれの人たちが悲しみや寂しさや心を塞がれるような状況や怒りや憎しみをやっぱり感じていらっしゃるんですよね。でそういう中でやっぱり希望が見えない、先が見えないという不安があるわけですけれど、本当にあの辛いだろうなと思いながら話を聞かせていただいてるんですけれど、意外と日常的な中で正直に考えればこういうことってあるような気がしますね。ありますよね、うん、はい、それあることを認めることはすごく重要なことでね、うん、こういうことってありますよね、はい、ありますっていう言える空間が欲しいなと思うんですよね、うんうん、でイエス様は知ったからって救われたからって言って観難がなくなるとはどこにも書いてないので、そうなんですね、あなた方には観難がありますって書いてあるからそう、うん、そこで救い主なら主イエスと生き抜くわけですよね。そうそう、はい、いいですか。じゃあコーラスの稽古行きましょう。西原悟先生お願いします。はいなんだ今のなんかあのコーラス、まずはまあメロディーをね、覚えていただく、今聴いていただいてあの難しいところはないかなと、まあ、しいて言えば頭半拍だけ休んで「うったらら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 」というこのリズム、慣れてしまえば何でもないですし、ここにお集まりの皆さん にとっては、苦もなく歌えると思いますが、時々お年を召された方、あの給付待てない人がね、割とカラオケなんか聴いてるとありますけど、まあちょっと、あのねあのね、何僕1行目のね、うん、3、4小よ特に4小節目のメロディーってわこれ生きにくいよなって、それさっき弾こうと思ってたんだけど、うん、こういうコードつけちゃったって俺もつけたの、そうそうコードから来てる、あイスラエル少しこう都会になるほど、あ本当逆に僕ね、イスラエル大使館、いや本当僕逆もっと民謡っぽくしようと思ってこのコードにしたんだよね、なんか、うん、なんかあの同音がないっていうか、だからこういうんじゃなくてね、こういう感じのふうにしよう、まあ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 、うまくいこと変わりゆくまあちょっとリズムをちょっとこうまずね時々やりますが、音程を取る前に1234変わりゆく時代に神の真理を、あらまくワン、ツー、スリー、フォー、変わりゆく時代に、あ、違う、変わりゆく時代にですね、神の真理を、悩み大きい日々に、イエスの愛、不安と恐れの中、私たちは生き抜く希望と平和求め救い主なる主イエスと、バッチリですね、これにメロディーを乗せればできます。1,2,3,4 変わりゆく時代に神の真理
きましょう。変わりゆく時代に下の段に書かれているのが一応ハーモニーと言いましょうか。これはもう男性がやっても女性がやってもいいようになっております、やったってみましょう。みんなでね、ナナナナニに対してナン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 っていう感じで始まりましたね。いきなり歌ってみましょう。ワン、ツー、スリー、うん。変わりゆく時代に神の真理を悩み大きい日々にイエスの愛バブルの恐れぞなく優しい立ち回りに抜く希望と平和のため救いの品のイエスの最後は大変かな。後半行きましょう。不安から不安と恐れくどなた私たちは生き抜く希望と、そこね、そこね、希望じゃなくて希望と分かんないけど、じゃあ2番の歌詞でいってみましょうか。悲しみと寂しさゆっくりめでいきましょうね。ワン、ツー、スリー、フォー。悲しみと寂しさ昔ではどうしよう。悲しく時代に神の真理を悩み大きい日々にイエスの愛不安のねそれの中私たちを生き抜く希望の平和を それではハモってみよう。
どうしようかな、どうやって別れようかな、どうやったらいいかな、全然頭が働かない、あれこっちとそっちで言ってみよう、ダメ、こちら側とこっちとそっち、大丈夫でしょ、今覚えたばっかりだから、うん、僕はちょっと加勢しますよ、こちらメロディーを歌って、ね、うん、我々スタッフ、ワン、ツー、スリー、変わりゆく時代に人、よし、やりたい人、じゃあやりたい人やりたい人がハーモニーを行く、やっぱりメロディー大事なんで、ね、何よりも、メロディーをもう一回歌うっていう人はメロディーを、じゃあ自由に、ワン、ツー、スリー、フォー、変わりゆく時代に後でまた歌いますけども、なんか生き方、なんか自由にね、歌いたい人が歌うって感じでいい感じですね。踊るのかと。踊る感じをそうなんです。踊りたい人は踊る。踊りたい人は踊る。関西歌声って言ったら、関西はみんな後ろで踊ってる。最後繰り返すか、じゃあ丸、まあ短い曲だから、もうできるよね。丸々2回やって、2回って1番2番1番2番歌って最後どうしよう、神の愛が訪れる、神の愛が訪れる、フェードアウト、神の愛が訪れる、限界までフェードアウト、神の愛が訪れる、で神の愛が訪れるってこれどうですか、はい、決めた、はい、はい、行きます、1番2番1番2番最後神の愛が訪れるフェードアウトで、ワン、ツー、スリー、フォー、Thank you.
ということで、お持ち帰りいただいて皆さんで歌ってもらいたいなと思って譜面が全部置いてありますからね。あ、今日新曲はそこに挟んであるんでしたっけ。それをお持ち帰りいただきます。どうぞ皆さんで歌ってください。振り付けも考えてください。振り付け振り付け何考えてください。はい、それでは皆様お招きかねの歌声ペトラのリクエストコーナー。ああ声が出なかった。え？いえ、独り言です。リクエストコーナー、ですね、何でもいいです。上を向いて歩こうとか言わないでください。この中から知らない曲でも知ってる曲でもいいです。これ歌いたいなっていうのがあったらどうぞお手を挙げて。はい、79。あー知ってる知ってる知ってる。あ、僕も知ってるわこれ。105番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 105
市川さんからメールが来て、キャズリクエスト何番ですかっていうリクエストがあってですね、でこうパラパラと見ていたんですけど、こう希望がある歌で意外と歌われてない歌という感じがしたんですね。私知らなかったな。救い主なるイエス様、私の命の始めから命が終わるその時まで全てあなたは知ってくださいますというようなこうこととか、共におられるイエス様、私の命のその先に希望に満ちた主の御国を全て備えて入れてくださいますとか、希望ですね。それはなんか今とってもこう そういう空気をこう歌いたいというか、なんかそんな気持ちがあってしばらくこれ皆さんで歌ってないなと思ったもんですから、はい、選ばせていただきました、私を生かす
いいですね。もうちょっとできますリクエスト。私のところにメールが来ていてですね。はいはいはい。45番のリクエスト。45番。45番だったな。そう、あなたがそこにいて、これ あのいつも、はい、あの車椅子で来てくださってる、はいはい、いらっしゃるんですけど、今日どうされたんですかね。雪に囲まれてしまった。雪に閉じ込められましたね。うん、そう、来れないんですけど、メールが届いています。そうですか。あなたがそこにいて45番。あなたがそこにいて、笑顔があれば、あなたがそこにいて、何ができなくても、私の心は歌い始める。神の平和を歌い始める。主よ、この交わりの161。微妙な番号。あ、これです。おお、これ泣いちゃうから嫌なんだ。泣いちゃうから歌いたくない。161番、いくつかの山を越えて。命と恵みの約束。
イエス様あなたに守られながらここまで来ました。振り返ればあなたの御手はいつもそこにありました。主イエス様ければ先に行きます。じゃあ、ユーストリームえ、ユーストリームあり？はい。はい、今日見てますかね？ん？あ、見てます。ユーストリームの方、Hey、Hey you、なんかリクエストありますか？あったら、はい。お、はい。164番。ああ、これも意外に歌ってない。なんかこのタイトルって スマップにこんなタイトルなかった。スマップですか。なんだっけあれ、あれなんだっけ。世界に一つだけの愛の復興の花は咲く。花は咲く。全部混ざってるの。164番愛の花を咲かせよう。Yes, sir.
救い主なる主イエスと
先生いらっしゃいました。はい。じゃあ今度歌ってくれますか。いいともの世界ですね。はい。じゃあいつも最後に歌ってる曲があります。7番 God Bless You。ねえ、祝福を祝福を祈る心で歌いましょう。いつも言ってますけど、なんか特定の人を思い浮かべて歌うとよりなんていうんですか、リアルになると言いますかね。 God bless you。 God bless you。 神の御恵みが豊かに、あなたの注がれますように。あなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ、私は祈ります。God bless you, God bless you, God bless you, God bless you。 God be with you, 神の御守りがいつでも一人一人の生活の中にあなたからの祝福があふれますように、またそれぞれの方々が思い描いたお友達や家族、愛する人たち、友達、そういう人たちにもあなたの守りと、また恵みと平安とが豊かに届けられますように、この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。どうもありがとうございます。じゃあ主に、そしてお互いに拍手して終わります。ハレルヤ。いくつかご報告がございます。まずこのペトラの予定はこれに入ってますので書いてあります。これ去年のだ、2015年です。
なんか難しいね。なんかメモ用紙かなと。もうクリスマスが来たかなと思ったんだけど。はい、2016、はい、2月は23日、3月22日、4月19日です、みんな火曜日です、お誘い合わせの上おいでください。その先は書いてあるのかな、歌声ペトラのホームページがございます。歌声ペトラで検索していただければすぐ出てきますので予定も分かります。それから、ユーストリームで中継をしておりますので世界中どこででも聞けます。地球の裏側にいる方でも聞けますので、紹介したいなと思われる方いらっしゃいましたらどうぞお知らせしてください。これは どこからのですかね。西原さんのちょっと説明を。よく分かってないよ。ええあ、これもかな。基本的に見てくださいって感じですけど、第2回西原由紀子記念事業講演会ってあないの。あ、そう。ご希望の方はテーブルに置いてあります。東京自殺防止センターっていうね、電話相談で、できることなら死なないでほしいと願ってる、特定非営利活動方針なんですけども、まあ、これを東京で立ち上げたのが僕の母親なんです。で、一昨年亡くなったんですけども、それをまあ記念するってえらいことになってますけども、なんか子どもグリーフサポートステーション代表足長育英会東北事務所長さんという方が講師で、いろんな病気や事故でや自死犯罪被害などで親や兄弟友達を亡くした子どもの亡くした人ね、のグリーフサポートなんて言いますけどもね、そういうことをいろいろお話ししてくださるということですね。はい、会場新宿区立戸塚地域センターとなっておりますけども、参加費は無料。興味のある方はどうぞ受付で、はいはい、ということです。はい、はい、あとは後ろにいろいろテーブルの上にいろいろ置いてあるんです。まずは歌声ペトラの CD、これで歌声ペトラの曲を、皆さんと分かち合っていただければいいかなと思います。それからそれぞれの CD とかも置いてあります。加藤先生の本を置いてあるかな。ありました、ね、いてくれてありがとうとか、はい、一個宣伝していいですか。どうぞ。2月13日なんですけど、銀色飛行機で投げ銭ライブっていうのをやります。毎回銭が飛んできて大変なライブなんですけど本当銀色飛行機って何ですか。ざっと言うと家族でやってるカフェで。カフェやってるんですか。はい、ここから2回ぐらい乗り換えると行ける埼玉県狭山市にあります。2回で行けるだけ。2回で行けるの。じゃあ乗り換え乗り換えを、うん、2回で行ける。池袋で乗り換えて、うん、あとどっかで。ここどこだっけ。お茶の水だよ。ここどこだっけ。2月13日3時半から投げ銭、はい、投げ銭持ってきてくださいね。まあ投げ銭ほど高いものはないって話もあるんですけど。いや、線でいいんですか。その、はい、投げられる線でいいんですか。あとは飛行機でこう飛行機で降りる。ああ降るのもいいや。はい、出演は僕一人ソロライブね。さすがに投げ銭は一人で、はい、ということで、どうぞ お時間のある方、興味のある方お越しください。あとはですね、後ろに、箱があります。屋根に穴が開いてますんで、その中に入れてください。みんな聞いてますか。あそこに入れてください。入れなくてもいいですよ。入れなくてもいいです。示された通りに。ということでよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。お話関根和夫、ギター岩渕誠、歌唱指導西原悟、朗読シスターズ岩渕由美子、萩原豊、
ベック由美子、司会市原康史でした。どうもありがとうございました。終わらないです。